160キロ右腕としてメジャーから注目されている佐々木朗希、22イコールロッテ、は人一倍、故障に関してナーバスだ。赤いハートセクシーすぎる。赤いハートロッテ山口の美人妻はかつて一世を風靡した、セクシー系、の超人気アイドル。プロ5年目にしてシーズンを通してローテを守った経験がないのは、大怪我につながる以前に自らブレーキを踏んで戦列を離れるから。 今季もすでに2回、右腕のコンディション不良などで登録を抹消されている。何しろ大船渡高3年夏、あと一つ勝てばチームが甲子園という岩手大会決勝で一球も投げなかったくらい。危機管理能力は評価できるとアリーグのスカウトは好意的に見ているものの、そんなスカウトですら、佐々木はいずれ、右肘じん帯を修復するトミー・ジョン手術を受けざるを得ないだろうと見ている。佐々木は後ろ、 つまりテイクバックが大きすぎるのです。あれだけ大きいと、片肘にかかる負担は半端じゃない。ダルビッシュ、38イコールパドレス、も大谷、30イコールドジャース、も、メジャーに行ってからテイクバックを小さくした。片肘への負担を軽減するためですけど、それでも2人ともメジャーでトミー・ジョン手術を経験していますからね。大谷に至っては6年間で2度も手術をしています。どう メジャーで160キロ超の速球を投げる、防安投手の多くは、右肘じん帯を修復するトミー・ジョン手術を受けている。大谷はもちろん、大谷の同僚グラス脳、31、サイヤング賞2回のデグロム、36イコールレンジャーズ、同賞3回のバーランダー、41イコールアストロズ、今季は所属先がないシンダーガード、31イコール元メッツなど、 今年4月に現役を引退したストラスバーグ36イコール元ナショナルズと枚挙に糸間がない大谷や山本義信26のボスでもあるドジャースのプライヤー投手コーチは現役時代160キロの速球を武器にネクストロジャー・クレメンス160キロの速球を武器に通算354勝サイアング賞7回の号案 の異名を取ったが、右肘を痛めてメジャーで投げたのは5年間に過ぎなかった。これだけ多くの豪腕が右肘の手術を余儀なくされたり、短命で終わっているのは、160キロの速球を投げる負荷が、いかに大きいかを物語っている。大谷は昨年暮れの NHK のインタビューで、武器のスイーパーに関してこんな風に話している。怪我をして初めてわかるが、球速が上がることは、それだけトルク。 力がかかる。肘にかかるトルクも大きくなるので、球速が上がれば上がるほど、肘にかかる負荷が大きくなるのは速球も一緒だろう。ただでさえ、160キロ超の速球を投げる投手の多くが肘を故障している上、メジャースカウトによれば佐々木の投球フォームは片肘への負担が大きいのだ。それだけに本人がどれだけ故障にナーバスになろうが、 160キロの速球を武器にするスタイルである以上右肘靱帯の修復手術は避けられないとの声が上がるのも無理はない。さて、22日の佐々木は日本ハム戦に先発。前回15日の同カードで打球を左足首付近に受けて2回途中で緊急降板した影響が不安視されたものの、速球は初回に161キロをマークしたから体自体に問題があったわけではないだろう。ただ、 6回、計92球を投げて6安打4失点。5四球で4敗目、6勝。8奪三振はともかく、再三、160キロ近いストレートを芯で捉えられていたのは気になるところだ。8日のソフトバンク戦は5回を投げて9安打3失点。9安打中、8本は同様にストレートを打たれたもの。本人が、組み立てなのか、癖なのかと首をひねっていたように。 あるいは投球時の癖が露呈しているのかどうか。だとすれば、肘が悲鳴を上げる以前の問題。試合後の本人は、初回のリードを守れなかったのは不甲斐なかったかなぁと。ボール自体はある程度、強さもあったし、いい方かなと思いますけど、相手打線が調子いい中で、力を上回れなかったと思いますと話した。佐々木に対し、 ロッテ以外の NPB 球団までこぞってブチ切れているという。一体なぜか、佐々木の周りで何が起きているのか、黒丸関連記事、もっと読む、では、それらについて詳しく報じている。